令和3年台風第8号は、2021年7月23日に発生し、7月28日に日本に上陸した台風である。進路図7月23日21時、南鳥島近海で発達中の熱帯低気圧が台風8号になり、アジア名、ニパルタックと命名された。台風は、その後北上し、日本の東の海上を北西に進んだ。 24日午後9時に、強風域の半径が 500km に達し、大型な台風となった。この段階では、27日には、東北や関東甲信に接近、上陸する恐れがあるとされた。仮に、福島県や宮城県、茨城県などに上陸すれば、1951年の統計開始以来発の事例になるとされた。こうした台風の経路は、 非常に珍しいものであり、それまでに関東、東北の太平洋側に東海上から上陸した台風は1951年の統計開始以降では1989年の台風13号と2016年の台風10号のわずか2例しかなかった。このような珍しい震度をたどった原因としては太平洋高気圧が例年より 北東に離れた場所に位置していたことや、上空の寒冷渦などが挙げられる。その後次第に進行方向を北西から西へと変え、暴風域は伴わないものの、26日夜には関東地方と東北地方の一部が強風域に入った。台風は一時的に南下しつつ、翌27日朝には、長子市の東海上で、ほぼ停滞した。この段階で、 北陸と東海の一部も強風域に入った。同日日中は震度を北に変え、関東南部沖を進んだ。同日夜には北北西にカーブしつつ、北関東沖から三陸沖を進んだ。その後、翌28日の朝6時前に、宮城県石巻市付近に上陸した。前日の通り、 宮城県に台風が上陸するのは観測史上初となった。その後は宮城県北東部を北上して岩手県に入り、同日9時には森岡市の南7 0トル同日正午には秋田市の東北東8 0トルに達した。同日午後には西向きに進路を変え、秋田県を通って日本海に出た。同日15時、秋田県沖で、 温帯低気圧に変わった。この台風は上空に寒気を伴うなど、台風と温帯低気圧の中間的な性質を持っているため、台風の中心から離れた地域で風雨が強まった。7月26日には、調子で最大瞬間風速秒速23.1メートル、岩木市で同秒速16.1メートル、 北茨城市で秒速15.3メートルの強風が観測された。翌27日には、調子で最大瞬間風速秒速25.8メートルが観測され、八条市まで午前4時43分までの1時間に64.5ミリメートルの非常に激しい雨が降り、7月の観測史上最高体となった。このほか千葉県等の省庁で午前1時11 分までに32.0ミ、mm、リメートルの激しい雨が観測された。同日夜には活発な雨雲が流入した福島県南相馬市で20時までの1時間雨量が21ミリメートルと強い雨になった。東京オリンピック開催期間中の接近上陸となった。ありがとうございます。